オスマン時代のブルガリア、オスマン時代のブルガリアでは、14世紀末に、第2次ブルガリア帝国が、オスマン帝国によって征服されてから、18世紀末の民族再生運動、ブルガリア民族覚醒直前までの時期のブルガリアに、つい述べる。オスマン帝国支配下のブルガリアは、ルメリアに区画され、ベーレルベー、総督によって統治されていた。 オスマン帝国のブルガリア支配は抑圧と暴政が敷かれた印象を持たれ、ブルガリアが他のヨーロッパのキリスト教国とは異なる進路を辿っていたことを象徴する時代だとみなされている。しかし、ブルガリアが常に抑圧を受けていたという観点には異論が唱えられており、オスマン帝国による暴力的な行為の多くは反乱への対処の際に生じたものだと説明もされている。抑圧。 民族の歴史的発展の停滞という印象は、民族再生運動が本格化する19世紀以降に作られたものであり、長期にわたるオスマン支配をひとくくりにしたものだと考えられている。オスマン時代初期のバルカン半島には、経済発展が見られ、多くのヒースラム教徒もオスマンの支配を受容していた。クロアチアやボスニアといった他のバルカン諸国と比べて、 オスマン帝国の首都イスタンブールの近くに位置するブルガリアは西欧の影響を受けにくかった。幼少に住むブルガリア人には重税が課され中央政府の政治腐敗の影響を直接受けていた。ギリシャ人やセルビア人と異なり困窮したブルガリア人が人脊稀な地への逃亡という手段を取ること難しかった。ブルガリア人の中にはワラキア、モルダビア、 オーストリア、ロシアに亡命する者もいた。また、オスマン帝国の方針により、アナトリア半島に居住していたイスラム教徒の遊牧が、ブルガリアに移住させられ、イスラーム化、トルコ化が試みられた。第二次ブルガリア帝国の首都たるの某皇帝、イバン・スラチミルが支配するビディングを征服した、オスマン帝国は、1396年に、ブルガリアを直轄地に組み入れた。 第二次ブルガリア帝国とビディン帝国の滅亡後も、ブルガリアでは、オスマン帝国に対する抗戦が続き、1404年に、ブルガリア皇帝、イヴァン・シシュマンの維持、フルジンとイヴァン・スラツミルの子コンスタンティンが指導する、後期が起きる。バヤジと一世一死後の内装に乗じた二人の反乱は、ブルガリア人農民だけでなくワラキや、セルビアの支援も受け、多くの村が解放される。しかし、 オスマン軍の反撃を受け、モラバ川の渓谷沿いとテムスカ川での戦闘で、反乱軍は敗北する。敗北したフル人は、ハンガリー王国に亡命し、1444年に、ハンガリー王、ウラースロー一世、フニャディアーノシュラが、バルカン半島のオスマン領に攻勢を仕掛けたとき、フル人も遠征に参加した。フルジン以外のブルガリア人も戦闘に参加し、 あるいは食料や物資を提供して、ハンガリー軍を支援した。1598年に、タルノボ地方で、ウィーン、ローマの教佐によるドゥブロブニクの商人が指導する、放棄が発生する。放棄には、ブルガリア各地の抗位生職者が参加し、シシマン朝の後演を自称する、シシマン三世が、ブルガリア皇帝に擁立された。しかし、 同盟者であるワラキアのミハイユ観光が撤退し、オーストリアからも援軍は送られず、残された民衆はオスマン政府から報復を受けた。1686年にはロシアから派遣される、援軍を期待した反乱がパルノボで発生し、イヴァンスラツミルの後営と考えられているロスティスラフ、ラツミロビチが反乱軍の象徴とされた。反乱は失敗し、参加した。 多数の兵士は死亡し、スラチミロビチは、放棄が収束した3年後に、モスクワに帰還する。1688年には、オーストリア軍のベオグラード占領に鼓舞される形で、ブルガリア北西部のチプロフチで、放棄が起きた、チプロフチ放棄。また、ソフィア付近の山岳地帯では、ハイドゥティンと呼ばれる貴族が、オスマン帝国の支配に抵抗していた。 経済的に困窮した農民はハイドゥティンに身を落とし、大将やオスマンの管理、小部隊を襲撃した。1595年に2000人のハイドゥティンがセルビア人部隊と協力してソフィアを攻撃した。ハイドゥティンたちの活躍は助長誌にされ民衆たちに伝えられる。18世紀に入るとロシアが自国の解放者になるというブルガリア人の期待がより高まり、 1768年から1774年にかけてのロト戦争には陸軍中佐コラージン率いるブルガリアの義勇兵がロシア軍に加わった。1787年から1791年にかけてのロト戦争、ロシアの勝利によって結ばれたヤッシーの講和によりブルガリア独立の機運はより高まる。オスマン政府はブルガリアをビライエと州に分割して、 行政区画を再編し、それぞれのビライエトは、ベーレルベーの下に置かれる、三尺ベーやスワシによって支配されていた。ティマール製の下では、征服した土地の大部分は、スルターン、お住まい皇帝から直接、あるいは、ベーレルベーを通して、帝国の進化に報道として可視された。報道は、土地から上がる収入に応じて区分され、2万アクチェ以下のティマール、10万アクチェ以下のゼアメト、 それ以上のハッスの三つに分けられ、一般のスイパーヒー、騎士にはティマールが与えられた。旧ブルガリア帝国の大貴族は没落したが、下級のブルガリア貴族は存続を許され、オスマン支配を受け入れた封建領主の中にはスイパーヒーに組み込まれた者もいた。ハッスはスルタンの一族や有力者の直轄領とされ、税制で優遇を受けていた。 報道の私有地化は禁止されており、土地を耕す自営農民が農業生産、税制の根幹になっていた。農民に土地の所有権はなく、割り当てられた農地を離れることも認められていなかった。農民の工作権は保障され、報道の所有者は農民の権利と農地の経営を保護する義務を負っていた。ティマール制が正常に機能している場合、報道に居住していた農民たちには、 特別税のみが課され、彼らの税負担は当時の西ヨーロッパの濃度に比べて軽かった。1680年代からの帝国の衰退に伴ってティマール製の崩壊も始まり、領主であるスイーパーヒーは収入を確保するために土地の住民から宿税を取り立てるようになった。16世紀から17世紀にかけて財政危機に直面したオスマン帝国はベーレル米を廃止し、 代わりにバリと呼ばれる、徴税官がブルガリアに赴任した。ブルガリア人の税負担は軽減されず、17世紀初頭に各世帯の資産平均の約3分の1だった税負担は17世紀末には資産平均の45%超に増加する。税の徴収の機会を除いて、オスマン帝国の役人がブルガリアの存落を直接訪れることは滅多になかった。 農村部の人間には人頭税、地図屋の他に出後しるめが課せられ、7歳から14歳までのキリスト教徒の男子が家にチェリに徴用された。出後しるめで徴用された後に出世した人間が自分たちに便宜を図ることを期待して、出後しるめの適用を進んで志願する村もあった。土地の中には枠府、宗教寄神財産の対象とされたものもあり、モスク、 イスラームの寺院やマドラサ、イスラームの神学校の運営などに照られていた。時代が進むと、キリスト教の教会や修道会にも枠府の所有が認められるようになった。免税が認められた村は、免税と引き換えに、皇帝や役人のための作業を受け負った。作業の内容には、賛同の監視、皇帝の高刈りのための鳥の調達、村の温泉の水の都市への供給などが挙げられる。 タルノボ観落直後、ブルガリア人の学者や思想家の中には騒乱を避けて、アトス山の修道院に逃れた者もいた。タルノボ観楽翌年の1395年に、ブルガリア正教会は廃止され、ブルガリア教会はコンスタンティノープル宗主教の下に置かれることになった。このため、オフリド大主教座を除いたブルガリア教会の好位聖職者の大部分はコンスタンティノープルで任命され、 ギリシャ人で占められていた。しかし、韓国には多くのブルガリア人司祭が任命され、ブルガリア人司祭は、ブルガリア人コミュニティの指導者的な役割を果たしていた。1767年に、オフリド大主教座は廃止され、ギリシャ人が、ブルガリア内の教会の行事と教育を司るようになる。ブルガリア人聖職者は、ギリシャ人によって支配された状態にある。 ブルガリア教会の再読を求め、18世紀末から兆候が現れ始めた民族再生運動は聖職者たちの活動が短所となった。また、16世紀と17世紀にはロシアの影響力の抑止を試みたローマ教皇庁とオーストリアによってブルガリアでのカトリックの布教が推進された。カトリックを信奉するブルガリア人も独立運動に身を捧げていた。 オスマン帝国の住民は宗教によって区分され、ミッテとキリスト教徒のミレトには、実地が認められていた。キリスト教徒は一定の平和を享受することができたが、イスラム教徒と対等の地位を認られることはなく、教会建築、衣服の色には、政権が加えられ、イスラム教徒よりも高い税金が課せられていた。教会、礼拝所の建築、改築には多大な費用、時間を要したが、 ブルガリア各地で徐々に教会建築の運動が広がり、教会の建築は支配者の宗教であるイスラム教に対抗する意義を持ち始める。現地のキリスト教徒と外来のイスラム教徒の融合、税の軽減などの個人的な目的による改修により、ブルガリアのイスラム化は長い時間をかけて緩やかに進行していった。ブルガリア人のイスラム教への改修の理由については、 様々な意見が出されている。軍事、交通の要衝であるブルガリアでは、イスラム化が他の地域よりも強く推進され、ブルガリア人漁師の中には土地を確保するために進んで、回収した者も,もいた。また、キリスト教の教会や、修道院の財産の略奪の認可と引き換えに、村全体がイスラームに回収した事例も存在する。17世紀後半には、 ロドピ山脈一帯の住民が回収を強制される事件が多く起きるがヨーロッパを攻撃するオスマン軍の士気の公用あるいはロドピ山脈を通る道路をイスラム教徒に管理させること試みたことが背景にあったと考えられている回収によって生まれたブルガリア語を話すイスラム教徒はポマクと呼ばれるようになるブルガリアの山間部には回収した スラブ系のイスラム教徒が多く居住していた。イスラームに改修した人間のうち、領主の多くはイスラームかトルコかしたが、農民の間ではブルガリア語とブルガリアの伝統文化が保たれていた。隔絶された村でブルガリア人が他の民族と混ざり合うことなく生活していたために、ブルガリア語以外に伝統、伝承、祭礼も守られ、生き残ったブルガリア語は、 オスマン時代に一時的に断絶したブルガリア文学の最高に大きな役割を果たす。そして村で生き残った宗教的な祭礼や祭日はブルガリア人の国民としての自覚を守り続ける。また各地の村では修道士が教師を務めブルガリア人の識字能力の維持、ブルガリア語自体の発達に影響を与えた。多くのブルガリア人は農村に居住し、 農村の規模は150人から200人ほどに収まっていた。村落の長老の中から、クメット、村長、クネズ、コウと呼ばれる役人が選出され、指導者を務めていた。都市に居住するブルガリア人の割合は17世紀初頭の時点では、約2%ほどであり、オスマン帝国の占領直後に、都市からブルガリア人が脱出した、あるいは追放されたことが、 理由の一つだと考えられている。オスマン帝国のブルガリア征服直後、課税の対象とならない人間を除いた、ブルガリア人のキリスト教徒は、バルカン半島における帝国の人口の約3分の1を占めていた。しかし、16世紀初頭に、ブルガリア人キリスト教徒の割合は8%に低下していた。キリスト教徒の数が減少した理由については、以下の理由が挙げられている。 オスマン時代のブルガリアは首都イスタンブールへの穀物、家畜の供給地となっていた。イスタンブールを起点としてブルガリア内のプロブディフ、ソフィアを通過する街道はオスマン経済の用として機能していた。また、ダニューブ川沿岸のビディン、ニコポル、ルセ、シリストラは中継貿易の拠点として繁栄を見せる。オスマン社会の商業ではギリシャ人、 ユダヤ人、アルメニア人が主導的な役割を担っており、ブルガリア人商人はトランシルバニアなどの遠隔地で活動していた。キリスト教社会に財産を蓄えた人間が現れ始めると、ブルガリア人の間でも階層化が進んでいく。オスマン帝国の商業活動の進展に伴い、ブルガリアでは比較、毛織物、織物工業が発達していく。都市には、 西ヨーロッパのギルドに相当するエスナフと呼ばれる同業者団体が存在し都市経済の中心に位置していた。ギルドと異なり、エスナフはオスマン政府が派遣した役人から強い干渉を受けていたため独立性は低かった。ブルガリア人で構成されたエスナフの中では織物業の組合が特に有名だった。ブルガリアを征服したオスマン帝国は 文化の中心となっていた大都市を破壊し、多くの書物が失われた。だが、オスマン時代をブルガリア文化史の暗黒時代と断定することはできず、オスマン時代のブルガリアを民族意識と伝統を守りながらも新たな文化が創造された時代とみなす向きもある。民謡、伝承、ことわざ、謎々といった交渉文学が多く生み出され、それらの交渉文学は、 無名の作家たちによって生み出され、誕生した当時の時代背景を反映していた。オスマン時代のブルガリア文化の発達は宗教的な形をとりながらも民衆によって推進され民族意識の保持に貢献したといえる。一部の修道院にはオスマン時代より前のブルガリアの文書や芸術作品が保管されていた。それらの修道院は文化活動の中心地となり、助かる。 グラマティク、ジャクと呼ばれたコード知識を持つ修道士たちが著述、写本の制作、翻訳に携わった。リラ修道院が著述活動の中心地となり、ブラディスラフ・グラマティク、ヨシフ・プラダ・ティラの修道士が活動した。16世紀から17世紀にかけては、エトロポールのイタリ生産者修道院が分筆活動の中心地となり、修道院には、 文書学校が設立された。修道院で生まれた文学作品には殉教者の伝記のほか、年代記、自然現象の記述、病気の治療法を記した実用的な書籍も制作された。教会の建築と並行して装飾に使用される壁画、木彫りの彫刻の技法も発達を見せた。 15世紀から16世紀にかけての期間に描かれたクレミコフツ修道院とポガノボ修道院の壁画などが知られている。内人、イコノスタシス、扉などの木製の装飾品には彫刻が施され、植物や動物をモチーフとしたアラベスクやロゼッタ模様が彫り込まれていることが多い。第二次ブルガリア帝国時代に生まれたタルノボ派の文学活動は、 ブルガリア国外に亡命した人間の中で続けられた。ブルガリア総主教エフティミーの弟子であるグリゴリー・サムブラクは、死同じくタルノボ派に属し、総主教エフティミーに、ホーゲル・商事などの作品を残した。総主教エフティミーに、ホーゲル・商事では、タルノボの陥落、オスマン支配に苦しむブルガリア民衆の状況が、国名に記述されている。 1651年にはニコポロ出身の司教、フィリップ・スタニスラ・ボフによって、ブルガリア語による初の印刷書籍である祈祷書、アガルマ・ローマで出版された。ブルガリアには、モスク、ハンマーム、キャラバンサライ、橋などのオスマン様式の建築物が多く建てられた。これらの建物の大部分は、ブルガリア人の設計をもとに建てられたものである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。